生まれはロシア、最初は関西、舞台は東京、ヒロシキーズです。今日何するの？今コロナとかでさ、みんな自宅待機してる人たちが多いから、うんうん、なんかいい方法ないかなと思って、そのなんか外の雰囲気を楽しめるとかで、携帯を漁ってたら見つけたのよ、うん、あ、見つけたの。5年前にロシアに行った時にめっちゃこまめに撮ってた動画がいっぱいあって、あ、そうなんや、組み合わせたらこれ結構いい感じになるんちゃうって。じゃあ、アレちゃんの地元？そう、うちの地元。あ、じゃあアレちゃんのロシアの地元のに帰省した時の動画を見ていくということやね。さあ、今日はなんかみんなで、しかも5年前の、5年前、ピチピチアレちゃんのことちゃん、ピチピチさん、そんな変わらんと思うけど、自分で言うなや。一応地元どこ？一応はね、地元はトルコの近くにある、うん、カラチャイチェブケス共和国。え、ロシアで合ってるよな、ロシアの中のカラチャイチェブケス共和国。それでは皆様、VTR キュー。これ日本から？そう、日本から。一番有名な飛行機ってなんかみんなアイロフロート、急に始まるんだけど、そう、いとこの家に行って、で、まああんまり写真とかなくて、これモスクワ？モスクワの、大きいスーパーに、あー、じゃあ到着したか、お菓子でも買おうかみたいな感じか。そうだね。あ、何ですかこれ、教会。まあこれは通って車とかで、あら、え、これ誰誰誰、アレちゃんと、広場に行って、これは私のいとこ、いとこ、泊まってた、名前は、名前、アリーナ、アリーナ、モスクワ観光やな。これはいとこ？ハレちゃん。いや、これはうち。え、そうなん。髪長いな。そう、ここではめっちゃデニムが破れてます。そういうデニムやねん。デニムが破れてます。これがロシア人のマフ。あ、これアスマ？お母ちゃんや。出た、アスマ。と、これはなんか、なんかでもね、幼いね。ほんま？なんかまだなんかいろいろ知らない顔をしてるね。いやいや、そんなことない、そんなことない、そんなことない。あ、出た、永遠の日みたいなやつ。そう、これ永遠の灯火で、こんなに永遠かって感じだけど、まあこういう風にやって、知られてない、死んだ、なんか戦争とかで死んじゃった兵士たちのことを思ってやっているの。はーい。はそんな興味ない。なんかわかるよ、だってその日本でもなんか神社でなんか消え、ま、消えない日みたいなのあるもん。そう、でもそれは知られてない、それじゃ。何これ、これもしかして赤い広場の中にある。楽しそう、いとこが楽しそうやな。ブーンプって書いてある。これは赤い広場の中にある大きい、めちゃくちゃ大きいボール、うん、もう何でもある。いやな、みんな行くな。そうやね、冬も何でもある。まあなんか栄えてるわ、こういうとこも。アスマの声するで。ねえ、ロシア人ケーキ好きだよね。これめちゃくちゃ甘いんだよね。なんか日本のケーキって甘くないからさ、なんかロシア人ってあんまりこう日本のケーキ食べるとなんか甘くなくて、なんか油の味がするっていう人が多い。海外のなんかやっぱり甘いものってすごい甘いよね。なんか甘さ控えめっていうのがやっぱ日本人ぐらいだと思う、その甘さ控えめを好きっていうのは。なんでやろうな、なんで日本って甘さ控えめがみんな好きなのかな。俺もあんまり甘さ控えめ好きちゃうねん。糖尿病とかなんか防ぐためじゃない？でもそれやったらケーキ食うなって話やん。まあでも糖尿病多分多いね、ロシア。もう多いと思うけど、でも俺めっちゃ、あ、サマワール。ロシアのお茶のやつ、お茶を入れるやつ。で、ロシアってお茶文化やねんな、実は。そう、もう毎日絶対必ず飲んでるね。そう、紅茶をみんな飲むね、めちゃくちゃ。これなんか結構面白かったから買ったの。なんやバラライカ？いや、じゃない、なんか本当に新しいなんか作ったのかな。そうやな、うん、でも日本でもこうやって音楽をさ、やってお金集めよるバンドマンいっぱいおるからな。うん、いるね。それと同じ感覚かな、若者たち。踊ってんのか？いや、ちょっとテンション上げてみたいな。あ、ほんと。あれ、他に入れた子が一番テンション高いですよね。いや、後ろにつかないわけ。
結構夜ね、いろんな人が散歩するから、うん、でも私たち結構散歩大好きだから月々ずっと散歩してる、ずっと散歩してるから、なんか治安悪いって言われるけど、でもなんか夜みんなおるから別にそんな、うん、意外とね人が少ないとこじゃなければ全然出た、レストランその後レストランなんなん、ボルシチはないやん、これはモスクワの結構なんかね、都会の中やから、で今からその電車に乗ってあのうちの田舎に帰っていく。モスクワからどのくらいかかるの？これはね、2日ぐらい。あ、電車じゃあ止まるんや、この電車で。1日半ぐらい、そうそう、こう夜行列車。なんかもっとさ、汚い電車かと思ったら普通の電車やったんや。え、でもそんなに汚くないね、今。なんかイメージとしてあの緑のさ、なんか汚ねえ列車、わかる、臭そうなやつ。え、でも臭いのはちょっと臭い、やっぱり。あ、そうなん、やっぱその中でね、あのこんな感じでね、あの上と下で分かれてて。これ誰、アスマ？ママ。ほーってひでえひでえ、お母さんやな、でもうひどいよ、ひどいよ、ほんまにあんた。いやいや、お母さん楽しそう。あ、これ食堂。そう、なんかね、食堂の列車があって、その中に移動して、なんかレストランで食べたりもできる。給料おいしそう。まあでもやっぱりなんかそんなにすごくないから、キュウリ美味しそうはないよ、ほんま？美味しそう、キュウリがまずいことなんかないやんって。これどこ？これはね、もう着いたんだけど、おばあちゃん、だいたい誰、そのおじさん誰？おじさん、私のおじさん、お母さんの。これあれちゃん？うん、あら、おばあちゃん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 めっちゃ泣いてるもうおばあちゃん子だったから、おばあちゃんに育てられたから。あ、そうなんや、感動の再会、何年ぶり？結構やな、だいぶ会ってなかった。心配だったんやろな、多分おばあちゃん心配だったっていうかね、小さい時から育ててるから、それは心配よ、だって会いたかったんだ。自分の孫がさ、なんかどこやぞやの知らん国にいっぱい行ってさ、で、すぐおばあちゃんの出たー、美味しそう、このキュウリの漬物みたいな牛に。すごい仲やん、牛おるやん。でもすごい中って、これ全部ほぼほぼね、あの人の手で建てられてるやん、自分で、うん、そうやけど、牛おるやん、牛普通にいるよ、うん、あら、誰この女は？ピーピーやん、そんなこと言わないいや、このいいとこだから、いいとこ、私より年下です。お綺麗じゃないの、いや、お綺麗じゃないってことで言ってんの。え、何？なんかパプルって言うんだ、うん、これ七面鳥。そうそうそう、この七面鳥のさ、この鼻の部分食べれるの？これなんなん？なんでこれ？何このビヨビヨ？威嚇してる。あ、そうなの。で、青くなんねん、あの威嚇する。へぇ、普段は見て、おばあちゃんの鶏めちゃめちゃデブいねん、おばあちゃんめちゃ愛してる。足なんだね。あ、こりゃこりゃこりしてる。え、でも食べるんやろ？食べるよもちろんこんなに愛してるの食べるんやろ。命に感謝して、ちゃんと自分の手でさばいて食べるんや。食べる。なんか鳥インフルエンザとか大丈夫か心配になるよ、田舎やで。でもなんか一応そういう病気ないね、あんまり。ないの、うん、これであれ、アレちゃん。そう、あら、細いね、やっぱ。なんか周りと比べて、いやいや、いやアレちゃんが圧倒的に細いように見えるわ。あ、みんなよりかは、多分やっぱ日本で育ってるからか、結構ね、言われる。あ、お前もうやばい、ご飯食べてない。そうそう、心配されるよね。もう全然、いや、冬やからかな、緑がないな。そうね、今の時期はやっぱ2月だから、こう結構ちょっと薄暗い感じで、あのちょっと汚く見えるかもしれないね。雪解けとかもね、ちょっと汚くなりがちやん。ピルミニ、これはワリエニキ。あ、ワリエニキ、ジャガイモが入ってんねやな、この中に。で、これはアワードスキ。アワードスキっていうのはこうパンケーキみたいな、ロシアのちっちゃいみたいに。そうそうそう、で、なんかジャムとかと食べたりとかして、すぐサワークリームつけるからな。これアレちゃん？そう、なんかすぐ聞こえる、アレちゃん。なんかそんなに分からない、全然分からない、そんなに。うちアレちゃんの顔が映ってないからさ、映るで、そんな。あ、映った、アレかわいい。で、これはね、あのなんかそういう、うん、プロの、うん、なんかスノーボーダーとかの人たちが来たりする。あ、すごい高い山で、あのずっと凍ってる、こんな感じで。
楽しそうで、どっちがアレちゃんな？ズボン黒い方。あらららやっぱアレちゃん細いからさ、あの滑らへんな。なんかその適当に入れたからさ、何もやってなかった。楽しそうやないの？もちろんもう本当に久しぶりに帰ったから、多分その時はもう多分10年ぶりに帰ってたのかな。その時は本当にもう小さい時以来だった、うん、みんなはなんて呼ぶの、アレちゃんのこと？サーシャ。サーシャ。中庭って言わない？おばあちゃんはアクサンナ。アクサンナ、オクサンナ。馬に乗ってね、誰の馬？え、誰の馬でもない。なんかそこに、そこにいたから乗ったの？いたからそんなわけないやろ、誰かにお金払ったんやろ。いや、でも普通乗れるんだよ。そうなの？だってこんなん普通に馬っていっぱいいるんだもん。じゃがいも掘ってるやん。そう、じゃがいも掘ってない。似合うやん、めっちゃ似合ってる。これはね、植えてるの。あ、植えてるのね。耕してんの、ね、2月やから、その中にジャガイモ全部今埋めていって、引き締めてる。似合ってるやん、めっちゃ。優しい。もう機械も使わんと。機械ないからね。ハマシュルコイ。ないの？ハマシュルコイ。ウスタシェ・サシェ。ラボテイト。アスマが撮ってるのがわかるわ。アスマさん似合うやないの。キュッキュッキュッチュッチュッチュッズボン直してズボン今うまいうまい、やな、いい感じ。やっぱ手つきが違う。範囲が広いやないの、めちゃくちゃ。あら、下りのヘリコプター、これね、公園に置いてあんの。あ、そっか。普通にポンって、よくこれでもロシア行ったらあるやるやね、うん、結構その辺になんかこういう系が置いてある。しかもこれね、払うとかそんなにないない、普通に行って勝手になんか登ったりとかできるし、なんか昔のやつが余ってるんじゃない、浮いてるんじゃない、余ってて、まあ、こんなものありますよっていう感じなんじゃない。はい、モスクワに戻りました。もう行ったり来たりしすぎ。もうパンパンパンポンって言ったら、だってね、これめっちゃ遠いやろ。だってモスクワに行きましたって言うけど、そう、ポンって言ってるけど、あの1日ぐらいかけて行ってるからね、電車でね。まあでもね、なんかすごいちょっとなんか気になってたんやけど、ずっと、うん、そのなんか田舎に帰った時にこうみんな多分さ、田舎を見て、うわすげえ貧しいとこ住んでるって絶対思ったやろと思ってさ、なんか戦争があったんかなみたいな、こう瓦礫の山とか落ちてるやんだって。いや、なんか説明するところいっぱいあって、多分突っ込みたくなるようなところいっぱいあると思うねん。あのなんかそのうちも何年も帰ってなかったりしてたから、うん、その時はもう洪水に遭ってたりとか、うん、その地域がなってたりしてたから、それで瓦礫が流れ込んじゃったりとか、うん、で、あの昔住んでた人たちが引っ越しちゃったっていう ところもあって、だからなんかちょっと見栄えは良くないところもあったりするけど、うん、あの普通にダーチャとかその別荘みたいなっていうところは、多分あの普通の一般のなんかロシア人が持ってるようなところとは変わらないよね、うん、なんかブラちゃんの別荘も見たけど、そっちはまあまあもっとなんか綺麗だけど、うん、いやでもなんかそのなんだろう、あのね、これ分かりにくいかもしれんけど、ロシアの冬って言ったらすっごい雪のイメージみんなあるけど、雪降らんやん、あんまり。雪降らん地域も、まあ、降る地域もすごいあるねんけど、ない地域からしたらなんやろ、やっぱ緑はないけど雪も降らんみたいな感じになると、ちょっと殺風景な感じには冬の季節の間はなるよね。薄暗い感じになって、そうで、もし雪ちょっとでも降っちゃったらすぐ溶けちゃって、それがなんかもうごちゃごちゃになっちゃって、そうだからまあちょっと行った季節が季節やけども、多分まあ夏場とかめっちゃ緑が多い、すっごい自然な感じなんやと思う。だからなんか綺麗な写真のしとき、あ、ちょっと最後に、あの私がいないけど、あのおばあちゃんがいろいろ植えて育ったあの別荘の中 の映像もちょっと載せとくので確認してください、うん、そうね。まあでもなんか気になったあのアレちゃん地域の食べ物とか、私違うのよ、やっぱハバロフスクの食べ物とか見てると、多少はやっぱ変わってくるんですよね。そう、なんかそういう違う場所のやつ気になって見たいなと思ったから、今度行こうか。そうやな、コロナ終わったら、じゃあハバロフスクとかいろんな場所とかをこう転々としながら、うん、そう、じゃあもうなんか今日は皆さん一緒にあの見てくれてありがとうございます。どういたしっこ。日本語って大体さ敬語にしたらまがつくから、大体そこで向こうがいける。あ、でもあんたのせい
生でも結構あのポロポロ出そうになる言うんだよね、たまに。たまに言うとすっごい真顔で見られるんだよ、ね、言ったか、知り合いに言っちゃうんだよね。もう危ない人で、最近さちょっと動画がさ新しいの増え始めた、あのなんていうの、新規の登録者がちょっと増えてるからさ、俺がさどういたしとか言ってさ、まあ、P が入るわけやんか、なんて言ったのってすごい真面目なコメントがつくからさ、なんだよって返事していいか、だから昔からのリスナーの人は、昔からの視聴者はなんか何も思わんと、俺がって言っても誰も反応もせん、反応もしないよね。けどやっぱ新しい人からしたら まさかは言わへんやろなって、もうまさかことは言わへんやろうから、なんて言ったんだろうっていう風に気になるみたいやから、やっぱ昔からの視聴者と新しい視聴者のこの認識の落差が、多分すでに今ね10回以上の M が出てるよね。本当 M ワードっていうか F ワードとか言うね、F ワードファックとかいろいろアメリカで F ワードって言うねんけど、これからそう、マッコがつくことは全部 M ワードって言いますのでね、はい、